オースミレのチャンピオンドメイエンです。最初からなんかすごい絵面でお届けしておりますが、実はですね、本日僕が開催させていただいたセイムビートが止まらないというルールの仲間大会の、当日でございます。今回はね、本大会の動画になるんですけれども、まあ、ルールはですね、セイムビートという公式大会がありまして、それは同じポケモン同じ持ち物を複数使ってもいいというルールになってるんですけれども、今回の大会のルールは、パーティーに同じポケモンのペアを1つ以上作るというルールになってました、まあ、ということはですよ、同じポケモン6匹でもいいわけですね、この大会のルールは。ということで、もう作ってきましたよ、僕の一番ねガラルで好きな統一。いや、もうこれだけ好きなポケモンにね囲まれるってね、やっぱ幸せなことですね。なんかね、厳選してる途中で僕こんなに理想個体の産ませて何がしたいんだろうって途中からなんか分かんなくなってきちゃったんだけど、まあ、早速大会の方は楽しんでいきましょう、どうぞ。すごいわ、やっぱこの大会、対戦よろしくお願いします。みんなありがとう。やっぱ僕が普段マイナーポケモン使う動画投稿してるから、やっぱ僕の視聴者さんも多分そういうさ、好みの人が多いんじゃないかな、傾向としてね。いや、これ耐久とかできないよね、普通にモロハとかされるだけで吹っ飛んでっちゃうから。いや、でも頑丈が結構今回は厄介かもしれませんね。そう考えると頑丈をどう崩すか、まあ、普通に考えれば波乗りをするで、差しカマス加える、返しで倒されるで、ピカチュウを返すで頑丈削れて、1対1は勝てるっていうルートがあるんで、タスキは多分相当強いと思うんですよね。まずこのタスキを通すことを考えたい。2番とかはどうかな、お相手ステロとかする暇、まあでもありそうだな。ボスゴドラ相手に耐久は愚策だと思うな。さすがにボスゴドラの耐久をそれは舐めすぎなので、しっかり攻められるウがいた方がいい。イバンとかイランイランみたいになっちゃった。イバン行ってみるか。もうせっかく持ち物かぶりでもいいっていうルールだしね、タスキイバンっていう なんじゃそれっていう構成で行ってみよっか。はい、よろしくお願いします。はい、いや、これ相性自体はかなりいいマッチングだと思うんだよな。風船で浮いてる、何ボス語だろう、わかんないけど、いやでもここは波乗り一択でしょう。うん、でも素直に波乗りをしていく。今回は変に気をてらいません。そうそう、これで頑丈で耐えられてっていう動きを繰り返していけば基本勝てると思うんだよね。電磁波、うわー、でもなるほど、変にこう真っ向から殴ったりしないのうまいな。ここでそうね、お相手上取れるのかな、波乗りステルスロック、うわー、なるほど、ステロまでするのか。こっちのタスキ警戒ですね、よかった。先発タスキで後ろイバンだったら、そのダメージを食らってからでもね、ステロ食らってからでもこらえるが間に合うので、一応そのステロを持ってる相手に対して強いと思ってタスキ2枚じゃなくてイバン2枚にしてきたんですよね。今回絶対あのステロ巻かれまくると思ってまあ一応そういう意図があったんですけど、優しげなボスゴだろう。ただここでお相手大ロックとかできたら、お相手結構強いですからね、こっちも大巻きって応戦せざるを得なくなるんで、大ロックとかどうしようかなっていう感じ。まあでも一旦それ込みで考えても、ここは波乗りかなあ。そうですね、うん、大ロックに対して大巻きるのもったいなすぎるもんな。はい、まあ大ロック、そうですね、これでお相手特防 1.5 倍になるので、次僕が出してそこで大魔切って大ストリームしても、それをしっかり耐えられるだけの耐久はあるかもしれないですね。どうだろう。いやー、そうよね、お相手はまあ大魔で切り返すという動き、もちろん大ロック、まあタスキ貫通もできるわね。あれですからね、特防も上がるわ、もうできることね一番いいですからね、お相手にとって。さてこっからの、まあ4分の1、お相手の最大 HP の8分の1ダメージですね、これが入って、いやー、しびれないの偉いな。 OKOK、 うわ、でめっちゃ火力出るじゃん、いい、あ、素晴らしいですね、これ裏に大魔切れば難なくいけるかも。おお弱ほぼすご、なるほど、また変なのが出てきたないやでもこれは大ストリーム耐えないと思う。特殊方面だいぶその薄く見てて、おそらく、あれですね、物理技とかを受けて、弱歩する方に寄せてるっぽいな。数値を見る感じ。いや、もう、このイバンは、このウはイバンに頼りません。大ストリームで、最大打点で返しに行く。
ここ一応波乗りすることでいちいち交換にはできるんですけど、いやわざわざそんなことする必要ないよな。一度雨じゃない、あそうだね、雨にしておかないと、例えばここで波乗りをして耐えられて、で仮に次のねピカチュウ投げで勝てたとしても、ピカチュウね、差しかますか、投げで、でこの対面勝てたとしても、裏のウッウの波乗りをその砂のね補正込みで裏のボスゴが耐えてくる可能性があったんで、ここで雨にしておかないと多分いけなかった。ここでボスゴ突破して、あと負け筋なんだ、頑丈からのメタルバーストかがやばいのかな。でイバンっていうのがこっちにとってはちょっとやばいか。まあそれでもこらえれば大丈夫だと思うんだけどな。あとはスカーフボスゴっていう可能性を考慮しないといけないか。ああ、それがありましたね。スカーフボスゴの可能性。いや、まあでもダイアイスがいいのか。ここ、あれですね。もしイバンとか持ってた場合は、イバン発動させたくないんで、ここで軽く削って、でもうね、メタルバーストとか、イバンとか、そういうのをさせない状態にしてからっていうのが一番良さそう。ボディーパージ?なるほど。なんか、変なの来ちゃった。あ、待って待って、それやばいか?それやばい可能性あるな。まずい。変に大ストリームしたせいで負け筋引いたか。待て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 。ここはダイアイスにしちゃったから次、コライルできなくなっちゃったじゃん。そうじゃん。いや、ここはダイウォールか。冷静に行こう。はい。で、冷凍パンチ。あー、ただ、これ、岩技切ってるのか?そうなのか?まあ、だとすればこっちにとってはちょっと朗報かもしれないけど、どうだろう。普通に岩技持ってないんだとしたらそれが一番助かるんだけど。あられ、あと3ターン。このウッウが2ターンしのぐことができれば。いや、そんなこと考えなくていいか。いや、まあ波乗り当てれば勝ちだから波乗りすればいいのか。冷凍パンチ、はい。いや、これは普通に耐えそうだな。なるほど。いや、これ、いやー、結果的には勝てたけど、僕が大ストリームしなかったのミスだったかもな。仮にイバンを持ってた場合でも、確かにそのメタルバーストで倒されて、次の、を出した時に、こらえるを押せばそれでイバン消費して、こっちで、波乗りすれば勝ちだったんで、イバンは警戒しなくてもよかったのか。とはいえ、メタルバーストは僕完全に頭から抜け落ちてて、そんなもん警戒するくらいなら、まあ一応ダイアイスしとくかぐらいで、そんな変わらんでしょぐらいで打ったんですけど、いや、十分変わりましたね。いや、これ岩技持ってたら全然負けてたな。いや、ただのラッキーでした、これは。ありがとうございました。なんじゃこの画面。ポケットモンスター始まってるね。よろしくお願いします。いや、最高だこれ。スカーフウッウで霊媒してるだけで結構有利だぞ。え、っていうかフライゴンってさ、雷パンチ覚えたっけ。 もしかしたらタスキかスカーフのフライゴンに雷パンチされてるだけで、こっちはこっちで負けそうだな。あ、雷パンチ覚えますね。一体ぐらいやっぱね、技範囲としては持たせたいと思うんで、一匹ぐらい雷パンチ持ちがいると思っていいでしょう。タスキ、スカーフ、この氷技持ってるこの2体は行きたい。耐久方面のウッウは雷にどうしようもないからな。どうだろう。HB ウッウは一向の余地ありだと思うけど、どうしよう。前のめりなウッウ3体で固めるか、ちょっと耐久に寄せたウッウも用意しとくか。いや、どっちだ?いや、耐久型1匹入れよう。なんかその方が面白い気がする。よろしくお願いします。大丈夫。雷パンチ持ってる相手は、タスキウとスカーフウで倒してあげるから。有効だ、持ってないフライゴンを、この耐久ウで受けに行こう。そういうつもりです。よろしくお願いします。フライゴン繰り出した。知ってる。いやー、楽しいなー、これ。さて、こちらは、タスキウッウですね、先発は。コゴカゼかな?波乗りがね、本当はセオリーなんですけど、さすがにコゴカゼだよな、ここ。はい、コゴカゼいきます。岩石封じ、うわー、素早さ抜けない。いい技持ってるやん。なるほど。そうか、だとしたら、ここ波乗りが正解だったのか?っていう可能性もありますね。やる。はい。まあ、フライゴンも同じくらいのダメージ取って、
さてどうしましょう。いやでもこの1対1は、いやいいだろう。あえて、うん、変に粘らずに行こう。ここ波乗りでいいと思います。岩石封じ、まあ、ちゃんと当たると。はい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 。いや、この対面はこれでいいと思ってて、ここでスカーフウウ行くか。あ、ここ、耐久ウウ行くのもありかな、もしかしたら。ちょっと、そっちも出てきちゃった、候補が。うん、いや、スカーフウウかな、ここ。相手の素早さ1段階下げてるのをいいことに、今のうちにダイジェットしとくと相当有利だと思うんですよね。ここまで削れてるのがでかいんで、ここダイジェットして、次のターンからダイアイス連打っていう形に切り替えてみようと思います。これでどうじゃろ。頼む頼む。はい、はい。これはまあ、多分抜けてると思うんですよね。うん、スカーフじゃなければ。よし。これで素早さ1段階上がったし、あとはダイアイス連打で相当お相手側はきついと思う。ただお相手も大魔切って第3打でしっかり切り返せちゃうのが、こっちにとってはやばいんだけど、さあどうなる、こっから。フライゴン、まあ、知ってる。そりゃそうよ。はい、はい、はい、はい。いや、ま、ここは迷わずダイアイスですよね。はい。いやー、うが氷技を覚えるポケモンでよかった。ここは冷凍ビームがうまく生きると思う。ただお相手も大魔かー。何のフライゴンですか。それ次第だな。いや、ここもっかいダイジェットの方が良かった、もしかして。あー、その説もあるな。ここもっかいダイジェットして。いや、それでも良かったかもしれない。ただ一応上からのダイアイスはまあまあきついと思うんですけどね、フライゴン。いや、いいダメージ入ってる。けどちょっと足りないね。ちょっとなんだけどね。しゃあない、しゃあない、しゃあない。いや、弱点保険、うわぁ。それはきつい。弱砲フライゴンで大ロック持ってる。うわー、完璧にしてやられた。これは降参ですわ。もう何もすることがない。うまい。いや、ここダイジェットが正解だったか。ここもダイジェットの後に、そうですね、ダイアイスできてれば、いや、いけてた気がする。いや、ここはちょっと早とちったか。なるほどね。いや、でもどうだろう。相手の型次第なんで、本当に何とも言えないな。いや、でもダイジェットが恨みのことあんまなかったか。いや、これは、ちょっと うに申し訳ない。そっか、ミスりました。対戦ありがとうございました。はい、対戦で見つかりました。いや、無理無理、やばいよ、これは。なんてパーティーだ。ガラルゴ3家とミミック3体。うわー、なんかまがまがしいオーラを感じるな。統一感はあるけど、いや、全部強いですからね。まあ、正直、ウッウの天敵としてミミックが結構よく挙げられるんですけど、いや、もう普通にミミック3体で負けそうですが、お相手次第でもありますからね。こう、一応ミミックにも強く出られるかもしれない、こう、耐久ウッウとか出てきたんだけど、でも研磨されたら負けだしな。どうしよう。でも研磨ミミックとかに対しては逆にこっちからもうなんか恐れずゴリゴリに波乗り連打した方が強かったりしそう。なんかスカーフウッウの方がむしろかき回せるんじゃないか。なんかそんな気がしてくるな。そうですね。ちょっとここまで耐久ウッウが振らないので、今回前のめりに行ってみましょうか。試行錯誤の意味も込めて。タスキスカーフイバン。3体ともアタッカーに振り切ってみようかな。これでいきます。よろしくお願いします。まあ結構、そうですね。ミミッキュも研磨されたら、そのね、一旦一旦蓄えるとかしていけないし、多分そんなに耐久ウッウの出る幕なかったと思う。これで、いいと信じたい。はい、いきます。さてさて、まずなんですけど、ここ波乗りじゃなくて小5風から入っていいかな。小5風から次の攻撃、例えばイエローゲージで耐えたとしたら次波乗りっていう動きいけるし、どうだろう。波乗りで差しかます加えて、いや、さすがに波乗りか。剣の舞、はい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 、普通。そう、一応小5風しとくといいっていう場面はここで、その、ここで差しかます加えちゃうと、相手を麻痺にできないんですよね。というのがちょっと気になったんですが、まあでも、こらえるあるから、一応その、こっちがこらえるするかしないかの択はできるし、いっか。もうなんか、変なことするより波乗り連打してる方が、う強いかもしれん。さっきから色々相手の裏を書こうとしてたけど、もう、うといえばこれやるでしょっていうのを素直に通した方が、実は強いのかな。
じゃれつく、オッケーオッケー、普通に攻撃してくれてる、これは助けて耐えます。よし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 、まずはこれでサシカマスを返して、でさらに波乗りが入りますからね、結構ダメージとしてはバカになりません。そして命の玉、いいぞいいぞ、定数ダメージがいっぱい入る。ミミッキもこれはきつかろう。そして次はピカチュウ加えます。あー惜しい、結構ギリギリで耐えられましたね。さあ、こここらえるするかどうかの完全に択なんですけど、お相手普通にここで攻撃することでピカチュウ吐かせられるし、攻撃したいと思うんだよな。こらえればいいや。うん、はい、こらえる。別にミミッキュここで例えばその剣の舞とかした場合でもね、うん、影ちゃんオッケーオッケー、剣の舞とかした場合でもあれですからね、次のターンあの絶対ピカチュウで倒れちゃうんで、そんなに剣の舞するメリットなかったですよね。よし、いいぞ、初手対面勝てるっていうのはこのパーティーだと珍しい。いい感じいい感じ。まあ、とはいえまだ気が抜けませんね。次結局まあグラススライダーでも影打ちでも不意打ちでも何でも倒せちゃう。インテレオン、ほう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 、何なんだろう、何インテレオンだろう。まあ、普通に波乗りかな。不意打ち、はあなるほど、不意打ち持ってるインテレオン。物理インテレオンか、また変なのがやってきたな。これスカーフだとちょっと戦いやすい気がする。行こうかスカーフ、うん、ありだと思います。スカーフ行って、ここダイジェットもありですよね。対ミミッキューで有利に出れる体力残しときたいんで、ここダイジェットから行ってみようかな。お、お相手ダイマ切ってない。よしよしよし。これダイジェット取ってお相手が普通になんか適当な行動してるんだったら、この一ターン相当でかいですよ。弱点はつけないはずですからね、インテレオン側からは。よしよしよし。まあ、ウッウのダイマってね、本来そんなに強くないんです。行為なんですけど、まあでもダイジェットがタイプ1で打てるっていうだけで、結構十分なメリットだったりする。オッケーオッケー、エアスラッシュ。不意打ちは別に物理が立ったわけじゃなくて、あれなのか、普通に先制技の1個として覚えさせてたのか。オッケーオッケーオッケー、一発じゃん。いいぞいいぞいいぞ。これエースバーンとかだったら上からストリームやって勝ちだったりするかもしれんな。いい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 。ゴリランダー、あーでも、でもじゃない。結構良くない。お相手ダイマ切らないとこれ、ね、耐えられないし、ダイマ切ったら切ったでグラススライダーが打てないから、次のイバンウッウがちょっときついんじゃない。ここウォールするかどうかめっちゃ大事だな。ここ相手のダイマ一旦枯らさない方が強いのかな。こらえてイバンエアスラッシュで返すっていう動きを取るには。うん、ここダイボールしちゃいけないと思うな。ダイジェットいきます。で、ダイマ、はいはいはい。ワンチャンなんか普通に攻撃一発耐えれたりしないかな、コランダ。どうだろう。はい。まあ、ここでゴリランダーだ、今。いや、でも結構ダイジェット持ってる状態でこれはお相手きついと思う。ダイジェット、お相手はウォールなし。よしよしよし。いいダメージ、いいダメージ。次のエアスラ圏内、ギリギリって感じだな。ちょっと危ういかな。どうだろう。コランダー、これ耐えれるのが一番楽ですね。一番いい。いや、耐えないか。強いな、さすが。ダイマ切っても余裕の火力。なんか命の玉とかだったりせんしない。はい。まあ、今回のね、あの大会は同じ持ち物かぶりも OK なので、命の玉の可能性も十分にあったんですが。さて、今回はイバンウッウなので、あれなんですよね。あの別にそんなに早いウッウじゃないんですよ。一応 S は振ってるんですけど、控えめのウッウなので、おそらく上は取れてないと思っていい。お相手の S の振り方次第でもあるんだけどね。ここちょっと、タクなんだけどな。コライルをした場合は、お相手が次ウォールしてしまえばイバンをかわして終わりなんですよね、ゲームとして。お相手がウォール持ってなければコライルが正解。ウォール持ってるなら、素早さ勝ってるのにかけて安らしが正解。うわ、どっちだろうな。どっちの確率の方が高いんだろう。剣舞覚えさせてるかどうか。いや、こらえよう。ウォールも、どうだろうな。S 削ってるゴリランダーとウォール持ってないゴリランダー、どっちの方が多いんだろう、統計的に。わかんないな。はい。まあ、ここでミリ耐えして、まあ、あとはあの体力を普通にエアスラッシュで削り切る必要があるんですけどね。ん？いや、待てよ。ここダイビングっていう手もあるのか。ここダイビングする。次、ダイビングから出てきて、ピカチュウ加えて出てくる。で、
次ダイビングから出てくるときはゴリランダーより素早さ後ろだからギリギリピカチュウ圏内に持ってければ、いやでもグラスフィールドの回復分も込みだとさすがにそれ足りてないかな。エアスラッシュの方が安全か。エアスラッシュとダイビングどっちだこれ。いやエアスラッシュか、こっち行こう。頼む取ってくれイヴァンエアスラ。オッケー、とりあえず取ってる、持ってけ。よし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 、うわー嬉しい。いや結果的にめっちゃ結果論だけど大正解でしたね。やっと勝てた。マジか、ミミッキュ入り絶対勝てないと思ってました。ごめんな、勝てないと思ってた。あー